い、望月凛です。今回は認知科学者である友部知秀人さんの書かれた頭のゴミを捨てれば脳は一瞬で目覚めるを解説していきます。頭がモヤモヤして勉強や仕事に集中できなくなることはないか？もちろんありますよ。そんな時はコーヒーやエナジードリンクをガブガブ飲んで強引に集中していますね。なるほど。だがそのやり方だとお前は集中できなくなるたびにエナジードリンクやコーヒーを飲み続けなければならなくなるから、いつか体を壊すだろう。確かにそうですね。お金もかかりますしね。頭がモヤモヤしてしまう根本的な原因は頭の中にゴミがあるからだ。掃除機でもフィルターにゴミが詰まると吸引力が落ちるだろう。それと同じだ。頭の中にゴミが詰まると整理がつかないし行動もできなくなるというわけだ。なるほど。今回の授業を受ければそんな頭の中のゴミを捨てることでスカッとした状態で行動できるようになるだろう。時間はない。それでは早速授業を開始するぞ。捕まれ。どこに。まずは感情というゴミを捨てるだな。はい。私たちは感情から強い影響を受けている。例えば勉強した方がいいなと思いつつ面倒くさいなという感情に流されて漫画やゲームを始めてしまったり、好きな女の子に声をかけたいと思いつつ拒絶されたらどうしようという恐怖に流されて行動をやめてしまったりする。こんな感じでいろいろな感情に左右されて行動している人はとても多い。確かにそうですね。うむ。だが感情に浸ることほど私たちにとって無駄なことはないと本に書かれている。え？感情に流されて生きるとうだうだと悩んで結局何も成し遂げられずに何年も過ぎ去ってしまう。逆に優れた経営者や科学者、成功者たちは感情に流されない。決めたスケジュールやゴールに向かってその日の気分や感情に流されずに遂行していく。次はゴールを持てだな。感情に流されずに行動する方がいいのは分かったんですけど、問題はどうやったら感情に流されずに行動できるかですよ。うむ、それはゴールを持つことだ。ゴール？マラソンを走り始めたらゴールだけを考える。ゴールするには途中で水たまりを踏もうが雨が降ろうがお腹が空こうが気にせずに走り続けることだ。ゴールを持つことで視野が高くなって多少のことでは動じなくなるんだ。なるほど。すぐに感情に流されてしまう人は本当に自分が叶えたいゴールが明確になっていないんだ。ある番組でホリエモンは成功するために必要なことはしつこさだと答えた。大事なのは特別なスキルや人脈、運やお金などではなく、やるべきこと、成し遂げたいことを感情に流されずに実行することだと言った。ちなみにゴールに関係のない感情は全てゴミだ。怖い、めんどくさいという感情だけでなく、楽しい、嬉しい、幸せといったポジティブな感情も無視した方がいい。幸せになっちゃダメ？何度も言うが、感情に流されないためにはゴールだけを見て機械になったつもりで淡々と行動することだ。でも幸せになりたいんですけど。ふむ、結局はゴールした時により大きな嬉しさや楽しさ、幸せを感じることができる。これもマラソンと同じだ。ゴールできたらその時大きく喜べばいい。次は他人に流されるなだな。ということでまずは感情に流されないために自分のゴールを決めるといいんだが、ここで一つ注意点がある。それは私たちが望んでいるゴールは他人の物差しで作られている可能性が高いということだ。他人の物差し？ああ、ほとんどの人がみんな格好をつけて他の人から見てみっともなくないもっともらしい嘘のゴールを設定してしまうんだ。例えば東大に入りたいとか大企業に就職したいとかタワマンの最上階に住みたいとかだな。もちろんそれが本心ならいいんだが、そのゴールは本当に自分が決めたゴールなのか自問する必要がある。ゴールしたいと思っていないのにマラソンで走り続けることはできないし、出世したいと思っていないのに仕事を頑張ることはできない。だからそれは本当に自分が達成したいゴールなのか考えてみることだ。次は過去の自分を捨てるだな。とはいえ自立するというゴールを持って今までずっと引きこもっていた人がいきなり外に出て美容院に行くのはなかなか難しいだろう。そうですね。なぜなら私たちには現状維持のホメオスタシスが働いているからだ。ホメオスタシス？ああ、ホメオスタシスとは今までの状態を保とうとする力だ。例えば人間は体温が高くなると汗をかき、体温が低くなると体がガタガタと震えて一定の体温を保とうとする。それと同じで多くの人が変わりたいと言いながら変われないのは今までの生き方を守ってしまうからだ。今までの過去から自分はこういう人間だとか自分はおとなしい性格だという自分のイメージ通りの行動をしてしまうわけだ。なるほど、納得です。でもどうすればいいんですか？過去は変えられないですよね。それは未来だけに目を
向けることだ。未来？ああ、未来が良くなっていれば過去も良い思い出になる。例えば仕事終わりに新作のゲームを買いにゲオに行ったが、ゲームが売り切れていたとしよう。イライラして仕方なく別のお店に行くと、お目当てのゲームが2割引きで売っていた。するとお前はゲオでゲームを買えなくて良かったと考えて、幸せな気分で家に帰るわけだ。はい、そうですね。つまりだ、未来が良くなっていれば過去も現在も最高になるわけだ。よく成功者が辛かった下積み生活を語るが、どれだけ過去が辛くても未来がうまくいっていれば過去の思い出も美化される。なるほど、今がいいか悪いかは未来次第なんですね。ああ、であれば私たちは過去に縛られるのではなく、未来を見て行動しなくてはならない。さて、次は恐怖を捨てるだな。だいたい行動できない人は怖いという感情があるはずだ。告白するのが怖いとか、初めてのことが怖いとかな。はい、そうですね。ところでなぜこの怖いという感情はあると思う？考えたことなかったですね。あー、リスクを感じるからですかね。うむ、ナイス回答だ。もっと言うと死ぬ可能性があるからだ。あー、確かに死ぬかもしれないから私たちは怖いんだ。しかし私たちは原始人と違って巨大な動物に襲われることがなければ、崖から落ちることもない、フグを食べて死ぬこともないし、飢餓で苦しむこともない。本来生命の危機にさらされている環境であれば、怖いという感情は生命維持のために必要なことだったが、今ではこの感情はほとんど必要なくなってしまった。必要ではないが、あってもいいものを娯楽という。つまり恐怖はただの娯楽なんだ。恐怖を感じたらホラーゲームをやる前の感覚で立ち止まらずに行動することだ。さて、最後は自分中心というゴミを捨てるだな。自分だけ幸せならそれでいいと考えていないか？ああ、少しありますね。例えばすごく美味しいチーズケーキを見つけて、それを自分で楽しんでいるだけでは猿やゴリラとあんまり変わらないぞ。猿やゴリラ。ああ、自分の腹が満たされればそれで OK という考え方だからな。そうではなく、自分以外の人も一緒に幸せになってこそ自分の幸せであると本書には書かれている。一緒に喜ぶか。例えば美味しいチーズケーキを誰かに紹介して、その人に喜んでもらう。自分だけではなく他人も幸せにする。それこそが人間の最高の幸せなんだ。ついつい自分のゴールを決めるときに、俺がモテればいい、俺が金持ちになれればそれでいいと自己中心的になりがちだが、自分も幸せで相手も幸せになれるようなゴールを設定しなければならない。自分だけが幸せで他人が不幸な状況って、銀行強盗とか窃盗とほとんど変わらないからな。だから誰かを貶めるのも良くないし、誰かと比べて優越感に浸るのも自分だけしか喜んでいないから良くない。必ず自分中心にならずに、他の人を喜ばせるにはどうすればいいのかまで考えて自分のゴールを設定するべきだろう。それでは今日の授業は終わりだ。ありがとうございました。